皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日はこちら激辛春雨エンド食べます。焼きそばじゃないよということで、今いろんな YouTuber さんが出してますけども、あの激辛ペヤングシリーズの春雨バージョンを食べていきます。これめちゃめちゃ辛いんで、皆さん食べる場合気をつけてください。まあ、ちょっとパッケージご覧に入れましょう。うわ、やばい。カロリーが少ないんですよ。これ217カロリー。普通焼きそばとかって多分500カロリーぐらいあると思うんですけども、少ないです。お湯で3分なんですね。注意書き。辛味が非常に強いので、小さなお子様や辛味が苦手な方の喫食には十分ご注意ください。ということです。私は辛いのが大の苦手ですなので今回私はこの2つを完食するということで激辛チャレンジやっていきます。他の YouTuber さん見ても大体みんな1個食べてるんですよ。で1個でうわーってなってるんで、私が2個食べたらどうなるんでしょうか。開けます。本当だ、春雨だ。中にはこちら春雨が入ってました。普通の春雨。こっち火薬、これも普通の火薬、おなじみの。やばエンドソース早速お湯を入れていきます。いやだよ、辛いの本当に苦手なんだよ。じゃあ食べんなって話ですけど、食べますよ。それはYouTuber ですから。お湯を待ってる間に私の腰振りを見てください。ということで、できました。まあ、一見ただの普通の春雨なんですけど、この状態では、そこにエンドソースをかけます。うわ、やば。うおー、なんだこれは。なんか、ちょっとケチャップみたいな匂いする。いや、かけるよ、かけるよ。うおー、なんじゃこりゃ。なんかドロッとしたソース。うわマジか、めっちゃ色変わってんじゃん。やべー、うわ匂いがうん、匂いがおかしいぞ。早速いただきます。うわーやだー、体張る系じゃないのな私は。一応こう見えてもおしとやか系なんだから。笑ってんの、妹がめっちゃ笑ってんだけど、おしとやか系だからね。いや、違うと思う。え、イエス怖い。やばい、やばいこれ、やばい、やばいこれこれやばい、ちょっと食べて。痛い、これやばい。ゆっくり食べたらやばい、死ぬかも。いただきます。はい、やばい、顔が赤くなってきた。あ、痛いやつだ。やばいこれ。うわ、無理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 って。一応無理、ちょっと食べてよ。いや無理無理無理。だって辛いに強いって言ったじゃん。いや、うち市販のやつ無理だもん。いや、これやばいかも。あの、美味しく食べられる感じじゃないんで。うわ、これやばい。ちょっと待って、これ早くかっこまないと、これ死ぬかも。あー、よだれが怖い。おい、おい、やばい。うん、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 芋口なんかさ、ココみたいない？マジやばい、マジやばい。イエス、やばい、早く終わらせたい、早く終わらせたい、早く。
ダメだこれ、飲むのやめたら死ぬ。いきます。くそ。これ以上食べたら死ぬ。やばい。今口どうしたらいい。これこのバトルに勝ってくれるのはあいつしかいない。助けて、バトルマスタージョニー。ははは、私を呼びましたでしょうか。うん、この声はバトルマスタージョニー。ははは、私を呼んだだろうか、バトルマスタージョニーが来たぞ。助けて。待ちなさい、私が来たからにはもう安心だ。だそうです。こちらです。こちらですか。はい、お願いします。こちらの方はギネス認定された世界一辛い唐辛子の麻婆豆腐を制覇したバトルマスタージョニーさんです。お願いします。任せてください。それでは行きますよ。はい、うん、いただきます。やばい、涙が。うん、美味しい。本当に言ってんの？うわ、美味しいですね。正直に言ってください。はい、あの麻婆豆腐が辛さ10だとしたらこちらは6。え、早っ。え、リアル20秒ぐらいじゃん。え、痛みとかその痛点的なものはないんですか？ちょっとこうピリッとするぐらいですけど、キャベツが甘く感じて非常に美味しくすれました。え、ごちそうさまです。もうよろしいですか？大丈夫ですか？あ、ありがとうございます。じゃあ頑張ってください。はい、失礼しました。青木さんの演技だったやつ。違う、本当に本当ですよ。まだ辛さが引かないんですけども、これはやばい。本当に皆さん、気をつけてください。多分私は辛いのが苦手なんで、多分こういう感じになってしまったんですけども、これは罰ゲーム用でしかないっていう感想でした。ごちそうさまでした。皆様本当に申し訳ありませんでした。2個完食すると言っておきながら結局、1個しか完食できませんでした。もう今胃の中が爆発しそうな感じしかしてない。あとはこの口の裏側が なんかめくれてるみたいな、もうそういう感じです。皆さんも食べるときはくれぐれもお気をつけください。なんか乳製品とかあれば少し辛さ耐えれるかなっていう。だから口の中にずっと含んでないと死んじゃうレベルでした。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、そしてサブチャンネルは青木コナンの秘密箱も画面の下にありますので、ぜひチャンネル登録、してねー。また次の動画でお会いしましょう。本当にやばい、これ口の中がね、なんかペロンペロンみたいな感じになってる。こうやって普段辛いもの食べてんじゃん、動画で序の口レベル。これだったらまあ序の口ですね。序の口なんだ。今までさ、バトマスジョニーさんはいろんな激辛料理をさ、チャンネル食べてんじゃん。激辛ペヤング春雨は何番目ぐらいになりそう？例えば30個辛いの食べたとしたら何位ぐらい？これはランク外ですね。ランク外、30位中って言ったのにランク外なんだ。もうそれぐらいのレベル。いや、なんか基本的になんかその即席麺とかレトルト系は、うん、そんなに特別やばいやつ使ってない限りは。まあね、一般向けだもんね。一応一般の多分限界値ぐらいなんだろうね。お店で食べる方が辛いが多いかな。そんな辛いの食べてんだ普段。もうね、お腹が痛くてやばいよ。あともう乳製品いっぱい飲んだから、たっぷんたっぷんで、こんな飲んじゃったよ、ダイエットしてんのに。もうほとんどない。ほら、はい、皆さんありがとうございました。バイバイ。
日私は僕いつになっても居場所探しで埋もれてゆく夜空の下